近年、中国の軍事品のほとんどはコピー品だと言われています。軍事情報を集めて作り上げているんでしょう。完成とはほど遠いものです。今回は、日本政府も、ついに本腰を入れた、防衛装備関連の海外流出を防ぐを詳しく見ていきます。さすがのアメリカでも、問題となっていますし、日本でもしっかりと、技術や設計図などを管理していかないと、世界最強の潜水艦機密が漏れると、非常に困る。政府は、防衛産業基盤の維持、育成と、経済安全保障強化策の一環として、防衛産業から、撤退する企業が持つ、防衛装備品や部品などの設計図を政府が買い取り、製造可能な技術力を持つ企業に、無償に譲渡することで、機密情報の国外流出を防ぐとして、2022年度中に開始する方針を打ち出した。防衛産業においては、もともと、企業の利益率が低いことに加えて、近年の戦闘機やミサイルなどの装備品において、アメリカからの FMS、対外有償軍事援助を使用しての輸入が増加していて、そのため、相対的に国内企業への発注が減少するなど、悪循環に陥っており、防衛装備品や部品の製造から撤退する国内企業が相次いでいる。陸上自衛隊や航空自衛隊でも運用されている軽装甲機動車、ライトアーマー、LAV を防衛装備庁と共同開発した小松は、2019年に防衛省、自衛隊の装甲車両の新規製造から撤退する方針を固めて防衛省に伝えている。また、海上自衛隊の音響観測艦、秋などの支援艦艇を数多く建造していた三井 &S 造船は、経営再建を進めている中において、防衛省向け艦艇事業を三菱重工業に売却し、後を引き継いだ三菱重工業が、防衛産業を維持するために、三井 &S 造船の岡山県にある玉野造船所を引き継いで、最新の FFM 護衛艦、熊野を完成させた。これら小松や三井 &S 造船が、防衛装備品の新規製造から撤退することを決めたその背景には、防衛装備品製造における利益率が極端に低いことがあると見られている。また、アメリカの FMS、対外有償軍事援助をしての防衛装備品の輸入は、年々右肩上がりに増額していて、2011年から2016年までの5年間では、589億円から、4881億円と5倍にも膨らんでいて、2020年度では9400億円を超え、防衛装備品契約額の3割を超えるほどになっており、この先も航空自衛隊の F-35 ライトニング2の導入が進むことや、それに加えて V-22 オスプレイ、早期警戒機 E-2D、空中給油機 KC-46A、大型無人偵察機、グローバルホークの導入や対空迎撃ミサイル、SM-3 部。ロック 2A などの最新鋭装備品の導入が相次ぐことから、さらに契約額が増えていくことが予測されている。これらのことで、国内の防衛産業の経営が圧迫されていることに関しては、防衛省も以前から危機感を持っており、2020年12月に、経団連、日本経済団体連合会との意見交換会を開催して、それらについての対策を協議している。この意見交換会で話し合われた内容は、サプライチェーンの維持、強化、契約制度と調達方法のあり方、先進的な民生技術の積極的な活用、情報を保全することの強化、防衛装備や技術の海外移転の5つの項目についてで、これらの知見は、2021年8月31日に発表された2022年度防衛予算概算要求に盛り込まれ、防衛産業基盤の強化に向けた施策が検討されていたのである。政府は、これらの施策をもとに、防衛産業から、撤退する企業から、防衛装備品関連の設計図などの知的財産が流出することや、海外企業に買収されることを防ぐことを目的に、
事業継承を国が支援して円滑に進めることで、国内防衛関連産業の産業基盤の保護につなげたい考えである。過去には、様々な機密事項が外国に漏出した例が多々あり、直近の例では、2021年5月に住友重工業が関わっていた自衛隊が試験中であった機関銃部品の設計図が、住友重工業の下請け企業から孫請けの中国企業に流出したことがあった。また、潜水艦搭載用のアンテナの製造を担当していた中小企業の株式を中国が買い漁り、当該企業が買収されかかったこともあり、中国が近年強引に進めている海洋進出のための軍備増強のために、日本の企業が持っている海上艦艇や潜水艦などの優秀な装備の技術に関心を高めているとされている。自衛隊における防衛装備品とは、航空自衛隊の戦闘機や陸上自衛隊の戦車、そして大きなものでは、海上自衛隊の護衛艦などや、それらに搭載するミサイル、砲弾などから、通信システム、情報システムなど多岐にわたっており、それらに関わる企業は、三菱重工業などの大手から、下請けや孫請けなども含めると、膨大な数の企業が関わっていて、例えば、戦闘機製造関連企業は約1100社以上、戦車製造関連企業は約1300社以上、護衛艦建造においては関連する企業は約8300社以上とも言われている。組織が堅牢な大手企業であれば、防衛装備品の関連情報の管理について徹底することが可能であるが、中小の中には、管理が甘い企業が多く、機密情報が簡単に流出してしまう懸念がある。自衛隊の防衛装備については、国有の財産であり、その知的財産権は国に帰属するのであるが、それらに使用する部品などについては、製造している企業の知的財産権を保有している場合があり、もし、その企業が、知的財産権を勝手に売り渡したり、あるいは盗まれたりして欠落してしまうと、その装備品を製造できなくなってしまうことが考えられるのである。そして、製造が不可能になるだけでなく、その設計図などの情報が仮想敵国に渡ることで、自衛隊の防衛装備品の能力が明らかにされてしまうことも考えられるのだ。そのため、2022年から取り組む新たな制度では、これまで関わってきた企業が撤退以前に、その設計図を日本政府がまず買い取りを行い、企業から提出された設計図について、機密性や重要性、希少性などについて審査を実施し、その結果によって、その買い取り額を企業と相談するシステムである。それによって買い取られた設計図は、過去において、防衛省と取引経験がある国内企業が選択され、設計図の譲渡とともに、その技術をもともと保有していた企業の担当者を紹介するなどして、斡旋までを行うもので、このための関連費用として、2022年の防衛予算案に10億円が計上された。また、新制度では、撤退する企業から、別の企業に、事業を継承する場合には、税制優遇措置が取られるほか、補助金の支給などの申請手続きなども、政府が手助けをすることになっているほか、世代交代などで、次世代に引き継ぐ際には、贈与税や相続税の支払いに、猶予を与えて、継承がなった場合には、それらを免除する制度もある。さらに、経営不振に苦しむ企業からの申請があれば、経営相談のために専門家を派遣するなどの手厚いサポートを実施することで、事業継承を躊躇している企業が廃業することを防ぐなど、至れり、ことごとく、競りの施策が考えられている。近年の日本の周辺では、ロシア、北朝鮮、
中国など軍事的圧力が強まっているだけでなく、国交が冷え切り、準仮想敵国のような姿勢を見せる韓国など、四面楚歌と言っても過言ではない状況下である。また、大国アメリカの力に、陰りが見え、世界の警察としての権威を失いつつある中、日本の安全保障の構築のためにも、国内防衛産業の維持、育成の重要性は、かなり高まっていると言えよう。